はい、どうも、三原おじさんです。夜中なんですけども、リミックスポイントの決算説明会の補足資料ですね、見ながら、言うたら、まあ、解説ではないですけども、まあ、一緒に見ていきましょうという動画でございます。で、もう、一本撮ってはる方もいらっしゃったんですけれども、まあ、その方は私の相互フォロワーの方でした。だからタイムラインで、まあ、流れてくる、情報とか、なんかそんなんと、どうなんでしょう。ごめんなさいね。中身ちゃんと見てなかったんですけども、まあ、多分被ることはないと思います。あ、まあ、言うたら、同じ資料で説明するんで、それはもちろん被ってることはあるかもしれませんけども、やってはるなっていうのと、再生回数が、300回ぐらい回ってたっていうのと、登録者が600人ぐらいいたというところで、まあ、おじさんに比べて全然、なんていうんですかね、登録者数も多い方なんで、そっちの方が、まあ、信憑性あるかなとか、思いますけれども、まあ、おじさん的にもさらっと、リミックスポイントを見ていきたいと思います。で、言うたら、まあ、決算自体は良かったなっていうのはタイムラインで流れてきたので、まあ、良かったんだろうなと思ったんですけども、言うたら、12時30分のズドンと下げがあったので、買うタイミングが遅れました。ので、高値掴みして、ちゃんちゃんというのが、前回の動画でございました。で、決算短信と、決算の補足説明資料、パワポのプレゼン資料ですね、を見ながらやっていこうと思ってます。で、まず売上高ベースで言うと、104億円、この2四半期で売り上げてて、まあ言ったら、前期ですね、48億円の売上高から倍になってますと。で、営業利益、前回、7億円近くマイナスだったんですけども、今期は12億ぐらいのプラス、経営が7億のマイナスで、まあ、営業利益、経常利益あんま変わんないですね。で、言ったら四半期の純利益が、マイナス8億からプラス10億。になってるというところで、まあ、えらい違いですねと、もうすごい良かったですということでございます。で、まあ、あとは、見るべきところはどこですかというと、3番の、2020年3月期の連結業績予想を出してますと。で、売上高200億。あ、これいきますねと。で、進捗率かな違うね、増減率か。あと、見えたら、なんだ。親会社株主に帰属する当期純利益が20億ですというところで、一株純利益も21円ですというところで、良かったというのと、まあ、言うたら今年、こんな感じで数字出せると思いますということを書いてきてます。で、まあ、食品メーカーと比べてやっぱり、売上高利益率が高いですというところが一つと、まあ、大体1割ぐらい、売上100億やったら10億ぐらいは最終利益で残りますよ、この会社はということを言ってますと。で、一株利益が21円というふうに出てるので、おじさんこれ見たときにですね、お、これやったら400円いくんちゃうかと。まあ、大体、東証のですね、EPS から考えた PER が17倍ぐらいなので、まあ、少なく見積もって、PER15 で、300円、PER20 で400円なので、3、400円はいくかなと。で、まあ、言うたらベンチャー企業、ベンチャーではないんですけども、もうすでに。ただ、新興企業ということで考えたら、その400円プラスオンで考えたら、まあ、500円も見えてくるのかなというふうな、見方をしてます。で、こっから下は結構つらつら、中期事項書いてあったりとかして、連結の業績説明とか、まあ、いろいろあるんですけども、見てて、やっぱ文字ばっかりじゃ見にくいので、ということで、決算説明の補足説明資料の方に行きます。で、補足説明資料では、エネルギー、金融、自動車、レジデンス、で頑張っていきますと。いうことです。で、レジリエンスって何かっていうのがよくわかんなかったんですけども、今言う凄水とか、あと蓄電池システムみたいなものを今売ってるんですけども、それが、当たります。あと、コロナ対策ですね。で、やっていきますと。
で、売上高ベースで見ると、エネルギー事業と金融関連事業というのが、まあ、二つの柱だなと。自動車はどっちかというとおまけですね。おまけというか、まあ、昔からの事業の名残なんで、それはそれで大事なんですけども、というところでございます。で、4ページいきます。連結累計、期間実績について話すと、前年同期に比べて売上高営業利益とも大幅に進捗。売上高はプラス56億。営業利益も19億のプラスでございますと。で、セグメント別で見ていくと、売上高ベースで言うと、ま、あの、前期はま、置いておきましょう。今期。一番高いのがエネルギー事業ですと。で、エネルギー事業が倍近くになりましたね、というところで、ま、これも大事な柱ですね、と。一番の柱です。で、昔ながらの自動車事業っていうのは、相変わらず、言うたら、まあ、そこそこの、売上高上げてるんですけども、まあ、利益率とかの考えを考えてみたらですね、そんなに重要じゃないのかなというところではございます。で、もう一つの柱の金融関連事業。まあ、もちろん、言うたら、エネルギー事業も最近転換してですね、ここ注目してるんですけども、やっぱり金融関連事業をメインで、おじさんは買ってます。まあ、マネックス買ってるのと一緒の理由ですよね。ビットポイントがあるから、言うたらここを期待してるというところでございまして、ここが20倍になりましたと。いうところでございます。なので、まあ、20倍？そうか。同期、パーセンテージじゃないんやな。前年同期。そうですね。ざっくり言うと、20倍ですね。売上が。で、エネルギーが2倍か。でございますと。で、レジリエンスが、個人的にはね、凄密度が蓄電池とか、いいな思ったんですけど、全然伸びてないと。いうところでございます。まあ、これは後で補足で書いてあったので、それはちょっと追加で説明しますと。エネルギー事業の、利益、営業利益が7億円、5億増えましたと。で、金融関連事業が、プラス17億ですというところなので、営業損益ベースで見てもやっぱり金融関連事業が、やっぱり一番でかいというところでございます。まあ、ここちょっとマイナスだったんですけども、ここでプラスになったということで、多分基盤ができたんだろうなというふうに、感じてございます。で、売上高営業利益率を見ると、どうかというと、エネルギーは61億の売上に対して7億円の利益ですと。で、さっき、決算端子で見たんですけども、言うたら営業利益と、経営常と、まあ、四半期までのところを見たら、そんなに、言うたら PL 上の、なんていうんですかね、大きい、こう、プラマイがなかったので、まあ、普通は配当収益とか、あと、まあ、言うたら営業外収益、営業外損益っていうところを、加味してですね、多少動くんですけども、そこのところは、まあ、あんまり考えなくていいですと、この会社に関しては。で、見ると、大体ざっくりエネルギー事業では、売上高の1割が利益になるんですね、というところ。で、金融事業に関しては、これ売上高の5割が利益になるんですね、っていう化け物ですね。化け物でございますので、言うたら、ビットポイントジャパンの、言うたら、成長に、言うたら、だいぶ依存してるというところ。まあ、依存もしてるし、まあ、それをちゃんとしないと、この会社の利益が伸びませんね、というところですね。ドル箱でございます。はい。メイン事業がエネルギー事業だとしたら、ドル箱が金融関連事業なので、そこのところを、まあ、言うたら、きちんと見てですね、今後やっていければいいんじゃないかなと思います。はい。というところでございます。で、売上高自体の、推移、5ページ、見ていきましょう。で、エネルギー事業は、電力需要の価格契約数増加、電力価格が高めに推移していることで、売上高2倍。金融関連事業は、ビットコインの新システム稼働によって、増加した顧客取引が引き続き好調、反則により口座が順調に進捗、アクティブユーザー数の増加、売上高前年比23倍でございますと。いうところで、さっきおじさんが言ったことと、まあ、ほぼ同じですわね、というところです。で、販管費、これが、増加してるけれども、安定的に推移してると。言うたら比率ですね。販管費率は安定的にしてるので、OK です、というところでございます。で、連結対策対処表で、見ているのは、現金が、これ、めっちゃ少ないんですよね。まあ言うたら、春先28億あったのが13億になりましたというところで、まあ言うたら中堅企業とか新興企業ではやっぱ現金がものを言うんで、キャッシュが少ないのは不安です。ごめんなさいね。なんだろう。
どういう理由で現金が使われたのかっていうところがよくわからんというところなんで、まあ、数字だけパッと見たらね、多分おそらくその理由は書いてあるんですけども、資産額のざっと見た瞬間に現金が少ないのはちょっと怖いなというところがありました。で、売掛金、これは言うたら10億円ぐらいプラスなんですけども、売掛っていうことはこれちゃんと回収できるのかとかいうところもまあ心配になってきますよねというところで、ここのところは心配でございます。まあ心配というか、まあ売り上げてるんだから、まあ通常のちゃんと取引してくれるところであれば大丈夫だろうというところではあるんですけども、現金が少なくて売掛が多いっていうのはあんまりいい状態ではないというところなんですが、これも後で補足しますけども、結局ワラントで現金ちゃんとこう言うたら引っ張ってきてるので、まあ、少なくなったから引っ張りましたっていうことがあるので、まあ、そこのところの言うたら心配は一定回収できてるのかなというふうにおじさんは思ってます。で、利用者の暗号資産が増えてますねと、何億ぐらい増えてるの、これめっちゃ増えてるな、そんなことないか、あ、6億ぐらいですね、自己保有の暗号資産も6億ぐらいですね、はい、というところで、資産の分、負債の分は負債合計、あれですね、短期の負債ばっかりかな、これ。預かりの暗号資産とかあれとして。まあ、そんな、特記事項はないかな、というところで。買掛金が少ないな、っていうところは、いいんじゃないのかな、と思いますが、点というところで、そんな、あんまりないっすね、と。で、セグメント別業績予想を開示、今期より開示ですね。なので、それを見ているとですね、売上高ベースで見るとエネルギー事業、頑張らないといけないですね、というところ。で、自動車はまあ、売上高ベースで考えたらそんなええですと。で、金融関連事業、これがもうドル箱でございます。30億の売上に対して17億の利益だから、ざっくり6割の利益率叩き出す予定でおります、というところですね。あと、レジリエンス事業、これが、言うたら、なんだろう、今後左右するかもしれないというぐらいでかくなってきてますよね、というところですね。25億円の売上で6億の利益出しますと。ただ、レジリエンス事業の、さっきの、決算短信とか見てる感じでは、ちょっとは三角かなというところではあります。まあ、金融関連事業がうまくいけば、いきますけども、あとプラスオンでレジリエンス事業がうまくいけば、もうちょっと伸びるんじゃないのかなというふうには思ってますと。で、新株予約権の発行が、終わりましたっていう話かな。行使完了1日で終わりましたもんね。で、金、調達できました。16億円と。いうことですね。だから16億、言うたら回収っていうか、現金が手元にあるということなので、そういう意味で、すぐ潰れることはないだろうというところでございます。潰れそうになったら基本的にワランドとか新株予約をやってお金集めて、なんとか生き流れようとするんですけども、今のその対処保養上の、まあ、売りかけとか現金とか見てる感じでは、十分な額の現金をまあ、なんていうんですかね、確保できたかなというふうに思っております。エネルギー事業、セグメント別ですね。これ、事業別のトピック見ていきます。エネルギー事業に関しては、契約数2万口目前となり順調に進捗。前年同比3倍の契約数と電気使用量も、まあ、270% アップ。これね、ごめんなさい。電力会社とかの対比ができてないので、どのぐらいのポジションにいるのかよくわからないんですよね。ただ、売上高ベースとか、言うたら、見ていると、まあ、なんですかね、まあ、順調なんだろうなというところです。で、気になるところはエネルギーの、言うたら、この前もあったんですけども、その価格の高騰とかで、いろいろ、なんか、あかんかったんですよね。利益ベースで言うたら。で、そこはもうちゃんとヘッジしてますということを言うてるので、これが、プラス材料を、プラス材料というかマイナス材料を、帳消しにする内容かなと思ってます。で、エネルギー事業、小売ですね。容量市場に備え、だからまあ、ずっと買い取ってもらってたんですよね、確か。
なんだろう、もううちも発電、太陽光発電やってるんですけども、まあ、言うたら、固定価格で買い取ってもらってたのが、もう固定価格で買い取れなくなりますよ、というようなことになるので、それに備えて、リミポ的にはなんかいろいろ頑張ってやってますっていうことを書いて、いるのかな。うん。なんかそんなことですよね、結局。容量市場っていうのが。はい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 、というところでございます。で、はい。って感じでございます。レジリエンス事業なんですけども、これ蓄電池のシステムを売ってるっていう話ですよね。これ確か、中国のどっかの会社となんか提携してやりましたね。2兆円規模の売上高を誇る企業と、提携してやったっていうのは、記憶に新しいかと思ってます。で、省エネコンサル、やりますせ、ということで、で、補助金ももらいました。なんだ。まあ、あとは、各種コンサルティングですね。補助金申請、頑張ってます、ということと、あと、凄水の話です、と。ただ、言うたら、商品の認知度低迷により、想定していた売上の実現ならずも、販路拡大に向けた積極的な取り扱いを実施、というところで思ってるんですけど、これね、凄水はね、ちょっと個人的にはちょっと三角なんですよ。っていうのは、リミックスポイントのホームページ、ホームページじゃない、YouTube チャンネルがあるんですけども、百数十人の登録者で数十万回再生があったんですよね。これがちょっとね、個人的にはうさんくせえなと思ってしまって、本来ならばそれだけの、なんていうんですかね、再生回数があれば、認知が広まって、売れるはずなんですよね。なんですけれども、それがなかったというところで、個人的には、なんていうんですかね、怪しいなというふうに見ておりました。リミックスポイントのあれオフィシャルのやつがなくなってんちゃうかな。マウスをしあリミックスポイントチャンネルあったな。そうなんですよね。リミックスポイントチャンネルが150人しかいないんですよ。なのにもかかわらず、再生数がめちゃめちゃ多かったんで、個人的には怪しいなと思ってました。まあ再生数の水増しをどなたかが、まあ会社がやってるわけじゃないんでしょうけども、なんていうんですかね。まあやってるとしか思えないような再生数だったので、個人的にはこれ一本の、言うたら、動画再生だけでですね、判断するのはすごい危険だなと。いうふうに思っていました。はい。というところでございます。すいませんね。ちょっと休憩させてもらいます。そうなんですよね。リミックスポイントチャンネル150人なのに、凄水の温水さんのやつがね、60万回再生してるやつが一つあるんですよ。で、これ、78万回のやつもあるんか。16秒やけど。だから、それが、個人的には、まあ、期待もしてたんですけども、ちょっと数字的に、チャンネル登録者数と、まあ、言ったら再生回数が合わへんなと思って、個人的にはちょっと、ここのところは無視させてもらいましたけども、多分それは正解だったということでございますね。です。金融関連事業いきます。金融関連事業、ビットポイントジャパンの売上営業損益が、まあ、ぐりぐりに伸びてますと。まあ、口座数も順調に推移してて、ということで、15万口座ぐらいできているというところですと。で、アクティブユーザー数が2万人ぐらいというところです。まあ、個人的にはマネックスに比べてやっぱりもう全然、口座数とか足らないので、もっと頑張ってほしいなというところなんですけども、マネックスよりもいいのは、マネックスって交換上で儲けてるんですよ。けども、こっちの方はそういう、言うたら、アコギな商売をしてないというところがあるので、こっちがきちんと登録者が伸びて、きちんとこう運営できていれば、こっちの方が将来性はあるのかなというふうには思ってます。まあ、だからこそ、株を買ってるんですけども、というところですね。新規通貨の取り扱い、最近なんかいろいろみんな喋ってはってなんかねこれ使えるようになってからめっちゃ株価上がったんでね、株価じゃない、ジャスミンの価格が上がったんでまあ言うたらタイムライン上も結構盛り上がってましたねというところですね。で
これまで実現してきたことはベラベラ書いてて、これからのサービス、デューデリ、収益向上、なんだろうね。そうですね。だからユーザビリティの改善とマーケティングの強化。あと、取扱資産の拡大。同時コインとか扱ってほしいですよね。っていう話ですね。ビットコインと、銀河の、そうですね。まあ、そんなところでございます。はい。で、中古車に関しては、もう、そんな売上高ベースでも、そこまで、ないかなというところですね。ないかなというか、別に、まあ、今まで通り頑張ってくださいという感じですかね。で、あとはエネルギー事業、レジデンス事業で、まあ、防災と、あと、SDGs 頑張りますというところっすね。はい。って感じで、終わりでございます。はい。補足説明資料はそんな感じでございました。で、あとは、まあ、特に、まあ、もう言うてる間に20分喋ってますからね。もう特にこれ以上喋っても、しゃあねえかなと思ってるんですよね。で、決算端子の2ページ目のレジリエンス事業を、これでですね、まあ、凄水とか、あと、まあ、ノウハウを売ってますけれども、知名度高まらないことがあり、売り上げが、伸びなかったと、言ってます。ごめんなちゃいっていう話ですね。で、蓄電池システムも、これ、半導体の不足の影響で、伸びてるんですよね、と。なので、やっぱりレジリエンス事業は、今後伸びるであろうけれども、半導体不足とか、いろんなことが後ろ倒しになってるので、売上高につながるのが、ちょっと遅れますねっていうことを言ってるんですよね。で、今後、なんていうんですかね、だから、一応年度内の目標として30億で、売り上げて、7億ぐらい利益出しますって言ってるのも、ちょっと懐疑的だっていうのは、まあ、これに、つながるかなと思っちょります。あとは、そうですね、財務状態における説明がね、3ページに書いてるんですよね。で、資産合計が、そうですよね。やっぱ現預金の15億円の減少がやっぱ気になりますよね。はい。というところなんですけど、それは先ほど言ったように、まあ、ワラントで、ワラントじゃない、新株薬券の方で、18億調達したので、まあ、そこのところは解消されてるのかなというところでございます。はい。ですね。はい。あとは中期事項は、見て、衆議院に引き換えます。追加営業有価証券。まあまあ、そうですね。ザザッと見てる感じ、新株薬券の話、190円でやりました、という話と、資金調達やりました、という話でございますね、と。はい。というところで、言うたらリミックスポイントの、決算、単身とですね、なんだ、この補足説明資料を見ては、言うたらおじさんなりのですね、感想とか、を一通り述べたというところで、動画終わりにします。以上です。